はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ第3回やっていきたいと思います。現在ですね、現在というか前回、まあ、ここら辺一帯で襲撃を受けて、その襲撃を乗り切ってバーサに会ってこっちに来た感じですね。で、戦乙女バルキリーの像があるというところなんですけれども、まあ、ここ自体はパッと見た感じ、体験版でねやったところと同じ場所になると思いますので、まあ、一応それに沿ってはやっていこうと思うんですけど、やっぱ体験版と違うところもあるかもしれないので、まあ、村の中の探索は普通にやっていきます。あの時ってマップどうだったっけ、俺全然見てなかったんだけど、そのアイテムがねまだ残ってるとか残ってないとか。薬液感じゃん、あれあったっけ。でこれなんか見てね、おお、ライカンよ、おとぎ話の悪魔の狼。ああ、ライカンっておとぎ話の悪魔の狼なんだ。我らを喰らいに来るがよい、血肉を喰らいに来るがよい。なんで皇帝派なの。明るさは少し明るくなってんな、体験版の時より。まあ、最初なんかそのセッティングの時に、まあ、マックスで明るくしたわけじゃないんだけど、まあ、ちゃんとなんか見えるようには明るくしたんで。でここはそうだよね、単純な鍵がかかっている、これは一緒で、アイテム自体はまだあるんだけど、まあ、ちょっと鍵がかかっているところなんで、それは取れませんというところ。単純な鍵とか、あ、すげえ、キーピック、やっぱり表示されてるわ。これ取り逃しをなかなか防いでくれそうな感じでいいですね。で、そう、状況としては体力は結構 やばめで、銃弾が何個わかんねえ。あ、ここにハンドガンの弾があって、ショットガンは5発で、クラフト用アイテムが、まあ、一応1個は作れんのか、回復薬が。ハーブ1個、薬液1個、まあ、作っとこう。で、これ全然作れないよね。スクラップ A がどういうことこれ。右の四角枠っていうか丸枠が足りてないってことなの。ちょっとなんか謎だと。換金用アイテムも手に入れたんで。だと、そう、体験版やってて思ったのがカラスいたよね。カラスはね、撃ち落とすと金になるはず。マップを見る。再市場、こっちは行けないか、多分行けない。鍵がかかってるはずで、向こう側から、そうだね、開けるんだよね。そうするとここに繋がってきますよっていうお話。あれで、ちょっと待って、走れねえぞ。少しね変えたんすよ、セッティングを。ちょっともう一回見ます。なるほど、まるで走るのか。ちょっと L1 で構えて R1 で撃ちたいんですよねっていう操作設定にしてある。これなんだっけ、なんかあったっけ。あ、クランクが必要なやつだ。あれ、ここ入れる、扉があるけど入れない。うん、徐々に地図が埋まってはいるので。あ、なんかあそこ光ってんな。いや、ちょっと待って、やっぱり走りづらい、変えよ。うん、もうこれでいこう。これどうする、なんか一発撃ってみる。弾無駄にするのかな。チャリーンって言ってなんか怒ってきてくれればいいんだけど。行こう、よし、来た、決勝のかけら。弾を一発無駄にしただけある。いや、無駄ではない、この一発は無駄ではない。でこっちには行けません。まあ、ここ今のところライカンは出てこないはずなんで。でこれなんかさ、壊しちゃったけどさ、前回壊したりすればミランダ様の罰が下る、やめとこう。なんか、いや、わかんない、壊した方がいいのかどうかわかんないけど、危険なことは今ちょっとしない方向でいきます。でここも行けないんだよね。ちょっと調べられるお墓がね、なんかちょっとあったりして、エヴァがどうちゃらこうちゃらみたいな。
エヴァンゲリオンの墓がね、どっかにあったはずなの。これハーブか。あんまり見ないで撮ったけど。で、最終目的としてはここにリーフレットをはめて、この先が白か、行くというところなんですけれども、ここを開けて、ここなんだっけ、あれ、これ何この線、ちょっと待って、ここ鍵が必要、まあいっか、どう来たんだっけな、この奥行くと多分雷管のまたところに行くから、まずはここに入る、そしてアサル、はい、ゲット。一応クレストをはめに帰る。薬剤から守るためクレストを隠せ、一つは小教会に、一つは屋敷のルイザに託すこと。そんなのあったんだ。で、小教会がここだよね、ちっちゃい教会。あ、タイプライター、初めて、ここに来て初めてセーブします。特にインクリボンとか使うわけではない。セーブ回数関係してくるのかな。こういうね、椅子のところに何かが落っこってたりしないか、ちょっと確認してから行きましょう。何もなさそう、出よう。で、まあ、せっかくだからクレストをはめましょう。まあ、2つ持って2つやればいいんだろうけど、ちょっとできるときにやる。で、ガチャガチャガチャと回して、どんな感じ？うまくはまらない。あ、間違えた。どこを合わせればいいんだ。こんな感じか。はい、OK。ちょっとくらいだったらね、自動ではめてくれるんで。で、一応、こっちを覗いてから、行こう。で、ここね、行けない。六欲の退治の紋章。え、何、どれどれ、どのこと、あ、これ詳しいな。六欲の退治とか、そんな言葉出てこなくない。あ、この扉、六欲の退治の紋章があるなみたいな。で、これも、まあ、アイテムなんだよね。何かが必要。あれ、どっちに行くんだっけ。あ、こっちも行けないんだ、結局。まだそう、鍵がかかっている。この鍵マーク結構いっぱいあるよね。墓一応調べる。ない。で、こっから先にね、一応雷管が出てくるんで、先にここを見ておこう。何もなかったじゃなかったと言った。くそ、あった、ガンパウダー。発見が早いな、体験版じゃないからか。あ、地雷がある、マジか。どうする、これちょっとスクラップへ回収しよう。で、そう、アイテムまだあるか、閉めよう。で、閉めたところでさ、その俺が逃げらんないんだよね、そもそも。あ、ここか、ハンドガン。ん、まだやつら来ないか。開けたらバカめみたいな感じはちょっと勘弁してほしいよ。前方に、ちょっと待って、そう、ここが全然見えなくて。ガンパウダーで、ここは突き進もう。行けるところへ行く。どこだ、ここ。もうあと知らん。ドアを閉めて。オッケー、お願い。銃弾、体力消費することなく、ここで何を通過した。まあ、ちょっとアイテムの取り逃しはあったかもしれないけど、
それはしょうがない。お願い、傷つけないで。待て、大丈夫、何もしやしない。まともな人に会えてよかった。他に生存者は？いえ、みんなルイザの家よ。でも誰も門を開けてくれないの。口を聞くな、そいつはよそ者だぞ。あ、ここにいちゃまずい。歩けそうか？ダメ、化け物に襲われたの。ひどい出血でルイザの家に連れて行かないと。しっ、静かに。いや、俺もちょっと指がなくなってんだけど。ここに隠れて静かにしてろ。あ、俺が血がにじんでる。動くな。いつにじんだか知らない。交代した時ににじんでたどっちもどっちだよねこのおっさん、まあ、このおっさん多分致命的なところをちょっとやられちゃったのかな。俺はまあ指って言ってもまあいいかって言われたら嫌だけど、まあ、致命傷になる感じではないのか。はい、ショットガン、よし。ショットガンをね、今持ってるっていうところがありがたい。ショットガンは5発込められるか、最初2発しか入ってなかったけど。お、これは取った、今何取った。ショットガン、薬液っていうか回復薬は1個ある。うーん、心もとないといえば心もとない。カラスいなかったね、そういえば。アイテムはない。ここも家があるな、小屋。結構行ってないところが多い。キーピックか、そうか。え、開けられるの。薬液がある、回収した、よし。開けてよかった、人の家だけど。で、ルイザの屋敷に行く前に少し見ます。ここはドライバーが必要。ネジを回せば開けられそうということなんだけど、そのドライバーがありません。じゃあこの家の中に行く前にこっちの方を少し見ましょう。施錠されてます。まあいっかな、行きますか。あの二人の中にいなければ。あれ、開けようとするんだっけ、こっちを。あ、そうだ、こっち開けて、お、来いみたいな感じでやるんだ。いいぞ、こっち。父さん、急いで。これはもう全部体験版でやったとこなんで。遅かったな。どういたしまして。人に頼るのが苦手なの。気にしないで。ここは安全よね。違う。まあ外よりはマシだろうな。よそ者の俺に聞くなよ。ここで一体何が起きてるんだ。私にもわからない。マザーミランダのご加護があるはずなのに。誰も出やしない。父さん。ダメだ。中に入らないと。どれくらいやられてる？なんかもう頭やられてんのか。なんか左目もあと少しの辛抱よ、父さん。なたみたいなやつ。おい、誰かいるか。よその人じゃダメ。ルイザ、ドアを開けて。エレナよ。黙れ、叫ぶな。化け物が来るだろう。ユリアン、落ち着いて。こいつは友達よ。下がれ父さん、お願い、ユリアン、中に入れて。ダメだ、血の匂いで奴らが寄ってくる。このままじゃ父さんが死んじゃう。俺の知ったことじゃねえ。何の騒ぎ。こいつら、死に損ないを家の中に入れようと。こいつらですって。彼らは友人よ。さあ、はい、こっちへ。中。村の人じゃないわね。ああ、違う、イーサンだ。ユリアン、見張りの仕事に戻りなさい。ほら、早く。いいわ、エレナの知り合いなら信じましょう。入って、イーサン。待ってて、奥の様子を見てくる。
ユリアンは外にいるのかな。あ、行ける？行けない。外に放り出された、かわいそうに。セーブしよう。オッケー。一応ちょっと見ていこう。ルイザ、また家畜がやられた。冬を越すのは無理だ。消えたアイルネスともまだ見つかっていない。ミランダ様は俺たちを見捨てたのか。これなんか読んだ気がするな。で、そう、写真があって、これでもさ、なんかヒントあんのかな。わかんないよね、これを見る限りじゃ。まあ、2周目とかになってくると、ああ、これはこのことだったんだなっていうのがわかるかもしれないけど、風車小屋があるね。これ以上はめくれません。ここの小屋。アイテムはない。セーブポイントもちゃんと表示される。さあ、みんな待ってるわ。別に待ってはないでしょ。なんだこいつは、よそ者が殺しに来たのか。黙って、アントン。二人を助けてくれたのよ。誰も助けなんて頼んじゃいない。どうぞ、イーサン、座って。無事だったのは村でこれだけか。無事？無事だと？これのどこが無事だってんだ。動けもしねえ怪我人に、バカみてえに泣くしかできねえ女、お前もだ。血まみれの死に損ないジジイによそ者まで連れ込みやがって。この家が安全だと？安全な場所なんかねえ。外の腰抜け連中もとっくにぶっ殺されてる。明日には俺たちもみんな死ぬ。そいつのクソ天使みてえに泣くんじゃねえ、ロクサーナ。もうやめて。ここは代々私の家族を守り続けてきた家。酔っ払いであれ何であれ誰でも歓迎する。ここにいれば安全よ。言ってろ。一体何が起こってるんだ。なあ、誰か教えてくれ。わからない。ただ普段通り静かに暮らしていたら、ある日突然化け物が現れて襲ってきたの。何度も何度もやってきて。待って、ルイザー。それで旦那さんは？まさか。いいえ、彼はどこかにいる。絶対に村の誰かに助けを。ええ、そうよ、きっと助けを呼びに行ったの。祈りましょう、彼が私たちのため。そうね、さあ一緒に。奥の人は死んじゃってんのかな、ソファーにいた人。じゃあ俺左手ないんだって。指が。大なるものよ、消えたまえ。消えたまえ。畏敬の念とともに捧げん。無限の闇より運命の定めしてが我らに差し伸べられんこと。深夜の月が黒き翼で舞い上がるとき、我らは自らを犠牲とし最後の明かりを待つのみ。生も死もマザーミランダに栄光を捧ぐ。栄光を捧ぐ。さあお茶の支度を。エレナ手伝って。その祈り、そんなに無理して祈ってたの？ローバから。あの怪我してるやつ。あのばあさんか。あのババアならもう完全にイカれちまってる。でもあの人はとても献身的よ。だからきっと彼女にもご加護があるはずだわ。そう、生きてるからね、あの外にいて。あんな目立つ格好をして。あ、何してる。こいつはこれ。レオナルド、どうしたの。大丈夫？ダメなんだ。あ、ここで火がついたんだ。やめろ。なるほど。父さん、エレナ下がってろ。やめて、離して。感染するっていうのはこれでわかるんだ。俺たちを殺される。逃げるんだ。的確に喉を噛み切ってるね。使うか。しろ。待って、まだムービー中だよね。スキップって出るから。父ちゃん、やめて。
エレナ、ヨーロッパってみんな銃持ってるよな。そういう世界なのかな。ヨーロッパって言ってたよね。あ、でもヨーロッパに引っ越したけど、ここがヨーロッパかどうかはまだわからないか。俺はもうお父さんじゃない。仕方なかったんだ。あ、これできてんのがまたすごいよね。エレナ、行っちゃダメだ。もう助からない。父さん、逃げよう。家が崩れる。いや、手遅れだったんだ。お父さんじゃなくなってた。もう放っておいて。ダメだ、ここから出よう。一緒に。ここから出ないと。さあ、アイテムを漁る時間だ。役立つものを持ってこう。あ、ない。青い。ドライバーどこで手に入れたっけ。ほぼあんじゃん。ちょ待って、どういうこと。全アイテム発見済みになってるけど、そうとも限らないのか。あ、だってあるよ、ショットガン弾。ちょっと待って待って待って、どういうこと。ゲー、なるほど。ここの部屋ごとか。まだあるな。ちゃんと探索しよう。これドライバーだっけ、鍵だっけ。で、なんか鍵どっかに隠しとくよみたいなことをあったんだけど、それどこにあったっけ。あ、これだ。工具が必要ならキーホルダーから外してくれ。あとここもちゃんと見てない。ここもちゃんと見てない。うわ、まだまだあるな。どこだ。きちんと探したい。上とか。体験版はね、ちょっとね、時間制限があったから、あんまりゆっくり落ち着いて探索ができなかったけど、今回はそんなことないんで、なるべくならば、もうここだって戻ってこれないからね。未発見のものとかはなくしたいんだけど、しゃがみながら、ちょっとこういうとこ開けらんないかなと。これ違うな。ここだ、下。500円。パクロ。こんなとこに500円置いとくの。しかも、小袋に入れておいて。火の手が回っている。くそ、火の回りが早い。ここはちょっと危ないよね。引火しそう。どうするつもり。離れてろ、こいつでぶち破る。速度メーターとかないけどさ。あ、真ん中のやつがそうか。分からん。自分で動かすんだよね、アクセルを踏む。ここから先はもう、でも自動でやってくれるのか。平気だ、もう一度。いいか、もう時間がない。上しかないな。手をつかめ、早く。さあ行こう。心配ない、煙を吸うなよ。分かってる。ありがとう、イーサン。優しいのね。惚れたか。あなたの家族は無事だといいな。君にも紹介したいよ。こっちか。ねえ、ぜひ。こっちだ、行ける。見ろ、あそこから出られる。よかった。だけど村は化け物だらけなのよ。あんなに数がいたら逃げられっこない。いいか、諦めるんじゃない。娘を探す前に君を無事に避難させる。ローズはきっとあの城にいる。ダメよ、
あの城に行けばあなたの命はないわ。それに私一人なんて。父さん。ダメだよ。高すぎだろ。あれはもうお父さんじゃない。私を呼んでる。父さん。やめろ。危ない。じっとしてろ。さあ、手を伸ばせ。行って娘さんを救って。やめろ、諦めろな。さあこっちだ。畜生。どうしてみんな死んじまうんだ。エレナ、こんなのひどすぎる。なんでこんな。君の死は無駄にしない。とりあえずアイテムない。外へ出るか。帰り道ライカンいるんだっけな。もうちょっと見たかったけどな。何なんだこの村。周りを。一体何が起こってるんだ。いや左手。くそ。どうなってる。お前の体がマジどうなってんだよ。この村もおかしいけどさ、君の左手もおかしいよ。さすがに体験版やった時はその左手怪我してなかったからさ、うわ単純に痛そうって思ったけど、今もうそれどころじゃないからね。痛みなくなってんの。開けましょう。カチャカチャカチャ。回収。悪魔のクリスタル。ろうそくがあるけどさ、ろうそく一本ごときじゃ一日持たないよね。最近つけたのかな。または？あら？戦闘？誰だ？やめて！ミランダ様！あ！おい！あ、あいつか。ユリアンか。ユリアンが奴と戦って、一体誰なんだ。やられた。そういうことか。見張りでいたもんね。でユリアンはただその中で起こったことは知らない。え、いきなり家が燃えてるってなったんだ。じゃあわけわかんないよね。ちょっと待ってね。ここをちょっとね確認したいんだよね。あとこっちら辺もねなんか起こってたと思うんだよな。要は今この状況で敵が出るかどうか。敵が出ないんだったら探索したい。で敵が出るんだったらちょっと突っ走る。まあ最悪ショットガンで吹っ飛ばせるっちゃ吹っ飛ばせるし、敵が出てくる雰囲気でもないからな。ここは？おスクラップ A どこ。あこれね、よく見つけたな。俺全然分かんなかったんだけど、足元にあスクラップ A が落ちてる。どうだ、敵の気配はなさそうか。ん？いやいるな。ちょっと待って、ここの帰り道にいるのか。でちょっとこっちに行きたいんで、今ここのマップは多分大丈夫なんだろうな。いけねえな、ここ行けないんだよね。このところは何もない。あっちに行きたいの。え、どうやって行くんだ。行けない行けない行けない。さっきのスクラップ A が起こってたところから
回り込むのかな。これが邪魔なんだよね。飛び越えあられる。あ、飛び越えられるか。飛び越えられるわ。でここは無理。この高さは無理か。この塀は飛び越えられる。でいや無理だな。ここがいけないんだよ。だからこれが無理だ。ここはでこう。よし、アイテムゲット。ショットガン、今はもうマジでショットガンの弾が貴重だからな。回復薬はまだちょっと早いな。もう一発食らったらショットガンじゃなくて回復なんだけど、アイテムは取った。よし、行くか。やつらがいる前にこっちを探索。これを回収。スクラップがだいぶ増えてきたな。スクラップ A。 ショットガンに持ち替えよう。10発ある。あ、この中でもセーブポイントってことはさ、入れば安全っぽいよな。入れんのかな。ターンダッシュで、あれいなくなっているな。こっちも行きたいけどな。なんだこれ。あ、あれか、小麦粉か。開けられるか。いや、そういう感じじゃない。扉があるわけじゃないのか。みんな死んだ。あれ、そうだ、ばあさんだっけ。みんなに死が訪れたのじゃ。ない。なんか書いてるね。これなんか意味あんのかな。なんか数字が増えていってるとか。あれ、こいつはもうでもこれで終わり。ちょっと教会の中まだアイテムがありそうなんで入っていこう。どこだ。セーブポイントがあって、ここ行ける。中には入れないんだよね、この椅子の間には。あ、キラッとしてるね。いや、ほんと助かるわ。あの、こんなのさ、絶対さ見過ごすじゃん。結晶のかけら、これでだからそのアイテムがもう全部取れたよっていうのが分かって、ようやく周りを見渡さなくなるからね。セーブします。じゃあ行きますか。広場ももう敵はいないはずとか言っていたりして、大丈夫か。では中へ入っていきましょう。こっから先はもう分かんないんで。今回ちょっとほぼイベントだったね。どうだ、ここら辺ちょっとずれてた。ガチャ。先へ行きましょう。行けば命はないか。あ、カラス、ちょっとカラス撃ちたい。ちょ、銃弾を一発もらいするけど。あいつは無理だったか。320円。いや、2匹ショットガンで接近して一発でやればあれだったけど、ちょっとね、本当に金落とすかどうかは定かじゃなかったんで、まあとりあえず一発撃ってみようっていうような感じで。しっかり、寒そう。しっかりね、見てく、こういうところも。アイテムがないか。逆サイ、ちょっと寒い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 。上がろう。こっちの方はいけない。ん？なんだこれ、どうなってんだ。すげえ洞窟みたいになってんね。
やでもここも結構備蓄があるな。向こう側から施錠されているそんなんわかんの、この扉の状況で。ここもでもなんか開きそうだね。あ、レバー、これはこれは、マジか。まだ生き残りがいたとは、タフなやつがいたもんだ。なんで浮いてんの、周りのスクラップみたいなの。ほう、よそ者か、面白い。そういう多分能力だよね。ミランダが見たら喜びそう。おおおおおお。能力者。手錠はめられている。いい子にしてろ。もうすぐだ。結構力はあるね。大の大人一人でしょ、引きずってんの。他のものでは力不足でしょう。私の娘たちなら存分に楽しませることができます。それに我がドミトレスク家にお任せいただければ、あなた様に最高の注文を受けるのを約束です。私が見えないでしょ。待て、ねえ、つまり、てめえらうるせえぞ。なんだ、ここは。こいつを独り占めして何が面白いってんだ。この俺なら全員が楽しめるショーを見せてやれる。なんてくだらない、安っぽいサーカスなんて誰が見るの。この男が苦しむ様は私が。どうせ誰もいねえ城でこいつの何を切り落とそうってんだろ。互いの言い分は分かった。片や一方は理屈に及ばぬようだ。だが我が意は決したぞ。ハイゼンベルク、この男をお前に委ねよう。マザーミランダ、どういうことですか。ハイゼンベルクは幼稚な上、あなたへの忠義も疑わしいというのに、私めにお任せくだされば滞りなくその男を。ガタガタ言ってねえで、自分が負け犬だと認めちまえ。餌が欲しけりゃ他当たれ。その口を落とし坊や。今は大人が話してるの。坊やだ、てめえこそミランダ様に立てつく気か。お前は責任というものを全く理解できていないよ。通体がでかいとエゴまででかくなっちまうみてえだな。ケンカ、俺のことは無事だよ。静まれ。我が命は絶対だ。意義など認めぬ。身の程をわきまえるのよ。どう思うお母さん。では親愛なるケダモノの諸君、長らく待たせたな。いよいよゲームの始まりだ。そんじゃ期待してるね、イーサン・ウィンターズ。準備はいいか。おい、逃げんの。クソ、誰が。とりあえず逃げよう。いいぞ、どうだ、で追われてる。右か左か、左。いや、いけない。え、ちょっと待って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 。おお、どこだここは。てかさ、めちゃくちゃいっぱいいるな。今どうなんだ、食らった？落ちる。うわ。まだ生きてるのか？やるでも。だろ？伊達ではない。ゲッ。わけのわかんねえ。どこ行く？こっち。しゃがんで逃げる。立って逃げる。全
ったくよ、噂通りのしぶとさだな。武器はだって取れないしな。ああ、まさか俺がお前を逃がすとでも思ったか。壊す。そうなとモロが退屈しちまってるからな。壊せねえよ。ちょっと待って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 。いてなんか来た。盛大なフィナーレの幕。いやいや、待って待って待って。ちょっと箱に気を取られて、壊せないよねこの箱。あ、でも壊しても取れないよ、どうせ手錠されてるから。というわけでちょっと死んでしまったところになるんですけれども、今回はここで終了して、まあ、次回はね、ガン逃げしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。